さんこんにちは。こんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布上です。今日はプロバドミントントレーナー藤本ほせまりさんをお迎えして、対談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤本ほせまりさんの、ご紹介をしたいと思います。元バドミントン日本代表で、全日本社会人で、シングルス優勝、そして、現役を引退された後は、全日本シニア、世界シニア、マスターズという世界大会ですね、これらで、40歳以上で、優勝されている、もうバドミントン界の、レジェンドです。はい。で、まあ、Bレジェンドの、今サポート選手ということで、今レジェンドにかけましたね。はい。はい、契約もしていただいているんですけれども、今日はそんなほせまりさんにいろいろと、まあ、栄養のことを中心にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、まず、ちょっと質問を、させていただきたいんですけれども、はい。ほせまりさんは普段何か食事で気をつけてることとか、はい、意識してることがあれば教えていただきたいんですけれども。そうですね、自分は今ほぼほぼ外食なんですけど、その外食の中でもできるだけバランスよく取るようには心がけてます。はい、外食なんですね。ほぼ外食です。あんまりしないんですか？ほぼしないです。そうだから外食になるとどうしても、はい、野菜が取れなくなるじゃないですか。うん、そうですね。だから、はい、大戸屋さんとか、はいはいはい、そういうところのご飯プラスなんかこう定食のご飯プラス、小鉢でなんかほうれん草なんかつけたりとか、はいはい、あとなんか納豆とかなんかそういうのつけたりとかして補うようにしてます。はい、なるほど。外食っていうとどうしても炭水化物がすごく多くなりがちじゃないですか。そうですね、ご飯とあと 麺類とか、はい、そういうのがすごく多くなりがちなんで、うん、一応タンパク質とか、はい、そういうのは取るようには心がけてます。あ、はい、素晴らしいです。ちなみにその試合前とかになると、はい、なんかそこまた変えたりとかしてますか？試合前は自分の中では今日ちょっとね栄養の講義があって話聞いてる時に、はいはい、自分結構やってるなっていうのがあったんですけど、はい、やっぱ試合前は本当にカーボローディングじゃないですけど、はい、自分は大体前日か2日前ぐらいからもうご飯を割と大量に、あんまりこうなんていうんですか、炭水化物っていうわけじゃないですけど、とにかく蓄えるようにはすごいしてて、でその特に前日と当日の朝はものすごく蓄えるようにはしてて、はいはい、試合に臨んでます。あ、はい、試合の当日その朝は結構意識して食べてて、うん、はい、結構バドミントンの試合って1試合終わっていくからその1日に何試合もあるじゃないですか、うん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 、その間とかってどういうふうにしてますか？まずそのやっぱ絶対緊張するじゃないですか、はい、緊張する、いやもちろんですよ、もちろんです緊張しますよ。で緊張してるだけでお腹が体力が消耗しちゃう感じがすごい分かるんで、はいはい、だから日頃いつもと同じ食事で試合に臨んじゃうと、まあ、緊張 してる時にこう体力消耗されちゃうから、うん、試合の時にちょっと力出なくなるっていう時が結構あったんですよ、うん、はいはい、だから多めに取るようにっていうのは一つ心がけてるのと、あと体育館にずっといると昼夜の感覚がなくなっちゃうんですね、うん、はい、だからその自分が何時なの、今何時で、なんかなんていうんですか、そのご飯食べなきゃみたいなタイミングが分かんなくなっちゃう時があるんですよ、はい、ないですか？そうですね、時間を気にしてればいいんですよ。例えばなんかこう、例えばその個人戦じゃなくても、例えば団体戦とかだと応援とかしてて、はいはい、そういうのに夢中になっちゃうと、はい、いざ自分がじゃあ試合やるってやった時になんかあれなんか力出ないと思ったら、えもう夕方6時じゃんみたいな、なんかそういうことが結構あったりとかして、そうだから、まあ、こまめに食べるようにはしてるんですよ、はい、で僕の経験上なんですけど、はい、まあ、炭水化物はね取るようには意識してるんですけど、うん、コンビニ飯とかって炭水化物がすごい多いじゃないですか。そうですね、だからおにぎり、はい、パンとかっていうのが多くて、うん、はい、後半にタンパク質が足りなくて、はい、
ロス、あ、なんて力が出なくなるんですよ、体力は持つけど、はい、パワーが出なくなっちゃうんですよ、だから必ず、タンパク質を取るように、はい、あのサラダチキンだったりとか、はい、あとなんか唐揚げくんだったりとか、うん、そういうのを取るようにしてるように気をつけてます。なるほど、はい、まあ、試合を経験していく中で、うん、こう、あ失敗したなみたいなのって結構あるんですよ。だからもう本当にあの、なんていうんですか、試合しながら、はい、燃料切れになると、うん、ヒューンって本当機械みたいに力がヒューンって出なくなるんですよ。でそうなった瞬間にやばいと思って、まあ、1ゲーム目2ゲーム目の間とか、はい、ファイナルのインターバルとか、はい、おにぎりちょうだいってこう観客席に言って、その間でもガッて食べれば、多分脳は騙されるんですよ、すぐ吸収されるわけじゃないんですけど、はい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 、食べたっていう多分満足感で、うん、なんかどうにか持つみたいな、なんかすごい分かる気します。そう、はい、だから、うん、あのそういうことが時々ありました。なんか周りの人が、うん、合間に食べるのみたいな急に言ってたけど、うん、渡したけど合間に食べるんだねみたいな、なんかそういうこと言われたりもするんですけど、本当にもうこうなんかロボットみたいにヒューンって力出なくなったら全く力が入んなくなるし動けなくなるんで、それが分かった瞬間やばいと思ったら速攻で、はい、ご飯用意してもらって、なんか持ってきてもらってその場で食べます、はい、でもそれある意味あの胃がすごく強いというか、あの、うん、じゃないと結構それできない人って多いと思うんですよ。その試合中何も食べれないっていう人がいるんですよ。だからその試合の合間とかでもそのちゃんと食べれて、うん、でマジでそういう結構そのタイトな時間でも食べれる、うんうん、でなおかつそれがプラスに働けるって、うん、結構その胃もあの強いんだと思います、ね、あでもね、はい、ある意味その胃袋を鍛えるっていうのも僕はスポーツ選手の中ですごく大事だと思ってて、例えば、はい、シニアって3日間試合あるじゃないですか、はい、で例えば1日目5試合しました、はい、2日目5試合しました、はい、ってなったら最終日の前とかもう本当にこんなぐったりしちゃって、もう試合が終わった瞬間にこんなになっちゃって帰るのすら一苦労で、でそこから夜ご飯食べなきゃいけないってなった時にもうご飯屋に行くけど物が出てきても食べれないんですよ。でそういう経験あるんですよ。でその合宿中にご飯が食べれなくなるようなことも同じなんですけど、はいはい、でももうそれを食べないと絶対明日持たないって分かってるから、それを水分を取りながらでも何でもいいからこう流し込んで食べるっていうことをやっぱり今まで経験してきてるし、合宿とかでもそういうのやってきたりとかしてきたり、 あと日頃も割とそのガッて食べて、はい、食べれないと思ってるところからもうちょっと頑張って食べて胃袋を大きくするみたいなところの、はい、まあ、訓練もある程度してるから、そういう場面でも、そうそうそうなんです、そうなんです、はい、で結局そこでやっぱ食べれなくなった、はい、でその後じゃあ次の試合力出ませんでしたっていう経験も過去にしてるから、うん、だからここで食べなきゃいけない、でも食べれないけど頑張らなきゃいけないっていうのは分かってるから、もう無理やり食べるっていうのは結構やってます、うん、素晴らしいですね、はい、ちなみになんかそういう食事とかっていつぐらいから意識するようになりましたか？あでも自分は実業団の時から、はい、っていうのは実業団の時から外食だったから、はい、あ、はい、もうほぼ家で食べないんですよ、はい、だから外食するときはもうあのバランスはある程度、はい、まあ、たまにチートではありますけど、はい、でも基本はそういうことは気にしてます。自分はそのなんていうんですか、あんまりこうなんていうんですか、気にしすぎてこれ食べないようにしようとかそういうのはないんですよ。どっちかというとどんどん食べようみたいな方がメインなんですけど、はいはい、ただ日頃の生活の中でポテトチップとか、はい、インスタント弁当が食べないし、はい、あすごい、あとジュースも飲まないし、はい、だ飲み物が本当水か、はい、お茶か、はい、豆乳ぐらいしかないです、あとミルクティーぐらいしかないですよだからジュースを基本飲まないから、あし、あとお菓子もほぼ食べないし、うん、っていうのはなんかもともと健康的な意識もあったんですけど、うん、そうですね、意識結構高いですよね、健康意識が。そうですね、まあ、そういうのが好きだっていうのも一つあるんですけど、でもあんまりこう意識しすぎるとストレスになっちゃうから、はい、そのストレスにならない範囲で、はい、もうそれが習慣化しちゃってるから
だから別にお菓子食べなくても、たまに食べると美味しいですけど、でも一口食べたら満足しちゃいます、ね。あとファーストフードもあんま食べないです、はい、意識高いですね。コンビニ飯もできるだけ食べないようにしてます、はい。なんかそういうのをその食事意識しようとか思ったきっかけってあったんですか？すごいね、はい、なんか気持ち悪い話なんですけどたまに自分が今日何食べたいかなって思う時あるじゃないですか、はいはい、その時に自分に今日何食べたいって聞くんですよそうするとなんかあこれ食べたいなっていうのが出てくるんですよ。でそれをなんか要はそういうふうに思う時って自分の栄養素がおそらくこれが足りてないんだなとか、はい、なんかこれが今不足してるんだろうなみたいなのを自分の体に聞くとなんかそれがこう答えとして返ってくるようになってくるから、はい、だからそのある意味直感なんですけど、はい、その自分の直感を信じてやってます。はい、よくねトレーニングする人が自分の体と会話するっていうじゃないですか。でもそれ結構大事で、やっぱねその栄養学もそうだし、はい、そのバドミントンのプレーも含めてなんですけど、はい、やっぱ自分を知るってすごい大事じゃないですか。だから自分ってこういう場面はこうなっちゃうなとか、だからそれがその自分のダメになるパターンとか、はい、そういうのが分かってれば対処できるじゃないですか。そうですね、うん、まあ、対処できないこともあるんですけど、うんうん、でもやっぱそういう自分のことを分かっていくのって意外と楽しいんですよね。あ、だからその食事面でも結構あ俺って結構こうだなとか、なんかこういう風にしてる方が調子いいなみたいなのがすごいこう自分で気づくようにしてます。やっぱそういうの取り入れる前と取り入れた後ではなんか変わったなっていう体感があるんですか？あ、そう、さっき言ってたそのきっかけっていうのが、はい、多分大学の合宿、はい、めちゃくちゃきつかったんですよ。でその時にやっぱ合宿がね1週間ぐらいあったんですけど、はい、その時に朝ごはんを2杯ご飯を2杯食べた時と3杯食べた時の体の持ち方が違うって分かったんですよ、はい、普通そんなので分かんなくないですか？すごいですね。だけどなんかそれぐらいハードで、やべ2杯だと持たない3杯だと持ったみたいな、なんかそういうのが実感できて、あ食事って大事だなっていうのは多分そういうところから気づいたかな。でもそれも本当体感でそう気づくと、はい、もうなんか必要だなってもうすごく思えると思いますし、ね、うんうん、だからそう言ってどんどん取り入れて、それで変わってくるのも自分で分かってきてるから、まあ、よりねそれの精度を上げてっていうふうにきっとなってるんですね。なるほど。ちなみになんかそのおせまりさんの中で、うん、あの験担ぎみたいなのとかあります？ルーティーン、試合の前のルーティーンとかそういうのってありますか？あるんだけどね、はい、今急に出てこない。何だろう、何だろう、ね、個人的には緑系のものを身につけない。身につけない。ない。身につけない。うん。なんでですか？なんかね、緑系のウェアとかね、はい、緑色ってなんか自分の中で平和な色なんですよ。ああ。で、はい、そうだからあの試合するときに、うん、闘争心がなくなっちゃう感じがしちゃって。はい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 、一回やっぱこう緑系のウェア出た時に負けちゃったのね、はい、やっぱダメだなと思ったし、だから極力緑を入れないようにして。あ、そうですか。そうだ、普段は緑が好きなんですよ。緑色ってすごい好きなんですよ、はい、だけど試合の時はあんまり緑入れないようにして、赤とかだから、はい、あんまり普段赤着ないんですけど、はい、割とあの試合の時は赤とかあの黒とか白とか、はい、なんかそういう色とか結構かそういうちょっとなんだろう、なんかそういうの好きなんですよ。いや、わかります、わかります。でもすごい気持ちわかります、私もそれ、はい、あと元気になりたかったらオレンジ着るとかね、うん、なんかそういうのは結構気にするんですよ。色でありますもんね。わかります、わかります。そうなんです。なるほど、はい、あとちょっとね、事前にあの、まあ、今日ホセマリさんとあの対談をさせていただくということで、うん、あのこれ聞いておいてほしいっていうちょっとリクエストをもらってるのがありまして。あ、そんなのがあるんですよ。もうあのホセマリさんの、はい、あの高校の後輩になる私の先輩なんですけどね、そのジュニアであの、うん、お子さんが今、まあ、ジュニアでバドミントンしてて、はいはいはい、であの細丸さんって結構ジュニア指導とかもいろいろされてるじゃないですか、はい、幅広く、はい、でなんかそのジュニア選手に向けて の、 その、はい、指導方法というか、はい、なんかその、まあ、もちろん技術のところとかも教えたりするんですけど、うんうん、あのそういう食事のこととかってなんかアドバイスしたりすることってあるんですか？まず好き嫌いあるとかそういう話するじゃないですか。で、まあ、自分自身が、はい、
そのナショナル関係の子どもたちをちょっと見る機会があって、はい、まあ、それこそ今日本でね活躍してる選手たちもそこの中にいたんですけど、はい、それをその子たちを見てた時にやっぱ栄養学やったんですよ、はい、でそしたらその日本のトップの、はい、まあ、その当時のね中学生とか高校生のトップだった子たちも好き嫌いが結構あって、でこれじゃダメだよっていうのを栄養士さんにすごい言われて、で治すようになったらもっと良くなったわけですよ、はい、でやっぱその日本が強くなった理由っていうのがその栄養学にあるんだろうなっていうのはすごく そこで見て感じましたし、でその話をジュニアの子たちにしてあげるとやっぱりちょっと意識変わるんだなと思います。そうですね、はい、確かに、はい、いいですね。そういうもう実際にそのジュニアのトップクラスの子たちを見てるから、もうその、はい、布施真理さんからの言葉だとすごくより説得力があると思います。そうですね、だから今活躍してる選手とかでも、うん、見てて、はい、なんかこれが食べれないとか、ね、なんかこれ嫌いとかって言ってた子がいて、はい、でまあ、そういう具体的な話をねしてあげると、うん、選手もこうだったんだよみたいな話してあげると、やっぱ子供たちも知ってるじゃないですか。だからそうだったんですかみたいな感じで、ちょっとこういう意識か考え方変えようかなみたいな感じになってくれたりとかしますし、なんか嬉しいです。その技術とかそういうのだけは もちろんね、そういうバドミントンのところはもちろんもう専門家でプロだと思うんですけれども、そういうなんか栄養のところまでなんかそういう指導してくださる方が栄養のって大事なんだよってところをすごく分かっていただけてて、でそれをやっぱ発信してもらえてるっていうのが、まあ、すごく嬉しいなと思いますし、ね、もう体作りの、ね、基礎なんでね、そうですね、なんか嬉しいです。なんかでもやっぱり自分がそのジュニアの全国のジュニア の、その子たちをこう指導しているところにこう参加させてもらったりしてたんですけど、はい、日本の中でもね、はい、結構強いジュニアのところな、はい、いくつか見させてもらってるんですけど、やっぱ食に関してはどこもうるさいです、すごくジュニアの指導者たちは、はいはい、そうなんです、ね、でそれを見てきてるわけですよ、はい、僕が、はいはいはい、でその子たちがやっぱりこう高校生になった時に一気に身長がガンって伸びるんですよ。なるほど。やっぱその食べてきた蓄積がそこでドンってこう出てくるんでしょうね。だからああやっぱりあの時すっげえ食ってたから、やっぱちゃんと身長も体も良くなってるんだっていうのはすごい見てて思いますし、はい、それすごい大事なんだなと思うので、だから結構子供たちを指導する時に自分はまあその時々例えば、1日練習やるってなって、はい、で子供たちがご飯食べるってなったら何を食べてるか結構見に行きます。すごいですね、いいですね。で、ね、その例えばそのトップの子たちはまだ比較的ね、はい、いいんですけど、やっぱその僕を教えてるのはその別にトップじゃない子たちも別に見てるん で、はい、でそういう子たちの合宿行きました、でお昼みんなで食べますとか夜飯みんなで食べますってなった時に、やっぱりこう女の子とか、うん、パンとサラダだけとかって言うんですよ。おしゃれ、ね、中学生から何ダイエット気にしてんのみたいな、なんかそんな感じの子たちもいるんですけど、はい、でそういう子たちにはいやこれダメだよと、うん、ちゃんと今は成長期なんだからご飯食べなきゃダメだよって話をして、それは先生にも言って、でそれからやっぱり意識少しずつ変えていったら、うん、食べるようになりましたね。だからなんか結構ね子供たちをこう何ですかこう茶化しながら煽りに行きます、はいはい、あれもう一杯食べないのみたいなご飯もう一杯いけるでしょとか言って、で男の子とかだとねお行けますよとか言ってこう言ってくれるんですよ。そしたら誰かにうあいつ行ったけどもう行かなくていいよとかっていうとこうまた行ってくれたりとかして、なんかそういう感じでねこう煽るとね我慢してる。でもそういうのがやっぱりこう、うん、練習きつくなっても食べなきゃいけない時に、はい、食べれるようになるわけです、うん、さっきの話じゃないですけど、そうですね、そうですね、そういうことの繰り返しなんで、はい、だからやっぱその胃を鍛えるっていうのも、うん、そのトレーニングやっていく上ではすごく必要不可欠かなと僕は思ってるから、はい、だからまあそれをね強制的にねこう、お前ら来いよみたいな感じで言ってたら嫌だけど、でもなんかこうちょっと楽しく煽りながら、そうですね、普通に嫌だと余計に、そういう方が、ね、嫌にならないですけど、無理やりやらされてるってならないですよね。そういうのが大事かなと思って、はい、だから子供たちに結構、はい、ね、あいつ
ご飯おかわり行ったけどお前も行った方がいいんじゃないのとか言ってて煽りますけど、はい、なるほど。いやすごいヨガでジュニアのその、 栄養のそういうお話聞けてすごく私もなんか勉強になりました。あ、本当ですか。はい、すごい良かったですね。はい、本当に大事だと思います。はい、だからね、結構その身長伸び悩んでる子とかで好き嫌いあるとかいろいろ聞いちゃいます。本当そうなんですよね、結局ね、うん、その伸びるために必要なその材料が揃ってないとその体作れませんもんね。あと今の子たちはなんかその練習がハードすぎて、その食べたものが全部食べた栄養が全部練習でなくなって、はい、その成長する方に回らないとかいう話とかも聞くんですけど、まあ、それが本当かどうかなのかは知らないんですけど、はい、だからこそ余計食べた方がいいのかな。いやでもそれはもう絶対そうなんですよ、本当に。そうなんですか。はい、ただでさえその成長期で、いっぱい食べなきゃいけないんですけど、そこに運動する子はもうプラスアルファで消費エネルギーが発生してくるんで、うん、もうやっぱプラスで食べなきゃいけないんで、うん、それはもう本当に間違ってないんですよ。そうだから親に聞くと何食べさせてますって聞いたら、うん、やっぱ子供の好きなものしか食べさせてないっていう親とかもいるんで、だからやっぱりその子供にアスリートになってもらいたいって思うだったら、うん、親にもアスリートの親になってもらわなきゃいけない、ね、だからそこはもちろん子供のね好きなものも踏まえつつ、でもこれも食べなきゃダメだよねとか、そういうところも親からね、うまくこう教えてあげられればいいかなというふうに思いますし、それは大事だと思ってます。そうですね、はい、確かに。ちょっと話変わるんですけど、はいはいはい、瀬丸さんは今なんかサプリメントは何を使っててどういうふうに使ってますか？サプリね、一時使ってたんですけど、はい、最近使ってなくて、はい、使わなきゃと思ってます。じゃあ使ってた時はじゃあどういうふうに使ってました？マルチビタミンみたいな。ああはい、マルチビタミン&ミネラルのあれですか、ね、みたいな。ビタミン、ビタミン系ですね。ビタミン系を、はいはい、プロテインは、プロテインは、はい、ここ最近はね、試合がなくてちょっとモチベーションが低いので、はいはいはい、あんまり取れてないですけど、はい、でもちょっとトレーニングしてないから体が動かなくなってきたっていうのがあって、ちょっと危機感を感じてやろうかなと思ってるんで、そしたらまた B レジェンドを飲もうかなと思います。はい、はい、昔ってそのあれですか、そういうサプリって使ってました？なんかビタミンのサプリは使ってました。はい、あ、でもそれぐらいなんですね。でもね、結構ね、はい、なんか一時期ちょっとハマっちゃってサプリとかに、はい、いや、なんか好きそうですもん。そうだからすっごいいろんなの使ってた時期もあったんで、はい、だけど、まあ、自分の中でこれかなっていうのがあって、はいはい、でそれを使う。それがビタミン、ビタミン系ですね、はいはい、マルチビタミン、まあ、要は総合的なやつ、はいはいはい、ビタミンですね。そうです、ビタミンにこだわりがあるんですね。そうですね、まあ親が好きだったんですよね、うちの親が。あ、そうなんですか。うちの母親がなんかそういう小さい頃から、はい、はい、これビタミン C 飲みなさいみたいな、なんかそういうのが好きで、はいはいはい、別にその時自分がそれが好きだったわけじゃないけど、はいはい、なんか気がついたらやっぱね、親の血を引いてんのかなと思うぐらい自分もそういうのになっちゃう、そういうの好きになっちゃいましたけどね。そうなんですね。瀬丸さんはこれからの、はい、目標ってありますか？目標、はい、そうですね、なんかこう大会で云々っていうことよりも、まあ、自分自身がこういろんなことができるようになりたいなっていうのがすごく、これいつもなんですけど、はい、まあ、もちろん大会に出たら勝ちたいっていう気持ちはあるし、はい、すごい真面目にやりますけど、ただ楽しくこう新しいバドミントンが自分でできるようになったらいいなとは思ってます。ね、やっぱりバドミントンの技術がこうどん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 進化してるじゃないですか、はい、やっぱ昭和世代みたいなちょっと自分の中でコンプレックスがあって、いや、それがなんかこう平成のバドミントン、はい、令和のバドミントンみたいなのができるようになったらいいな、はい、ね、やっぱ技術的に言えば今の高校生とかでも、はい、すごいうちらからすると選ばれた人しかできないようなことを今高校生の子たちと当たり前にやるんだねっていう感覚なんですけど、なんかそういうのが自分もちょっとできればいいなと思って、でそういうのがやっぱ指導にもつながるし、はいはい、そうですね、つながっていけばいいな。あとは最近 YouTube チャンネルを私始めたんですけど、そうですね、はいはい、YouTube チャンネルをすごい真面目な話になっちゃっていいですか？はい、はい、どうぞ。 YouTube チャンネル始めたきっかけも、うん、まあやっぱり最強のメンバーでね、
こう行ったじゃないですか、はい、行ってやっぱりメダルが1個しか取れなかったっていうのは、はい、日本バドミントン界にとってはすごく大変なショッキングな出来事だった。もっとね活躍してもおかしくないはずなのに、はい、1個しか取れなかったっていうのはすごく危機感を感じまして、うん、だから日本の今のトップの選手たちがなんで強いかっていうのが、うん、やっぱりこう一般の人たちも、はい、ただ新しいコーチ来たから強くなったよねじゃなくて、あ、こういう技術ができるようになったから強くなったのかとか、うん、なんかまあ栄養の面もそうだし、うん、なんかそういう強くなった理由っていうのを少しでも知ってもらって、はい、そういうことが大事なんだ、強くなるためにそういうのが大事なんだよっていうのが少しでも伝わればいいなと思って YouTube チャンネルは開いたので、日本全体のバドミントンのレベルが上がってくれるとすごく嬉しいなと思うので、それを目指してそういうのを目標にもしてます。その自分がもちろん強くなるとか楽しくやるっていうのも一つですけど、はいはい、日本全体がもっともっとレベルアップしてくれたらいいなというふうに思ってます。なるほど。もうなんか本当にあらゆるいろんな角度からそのあのジュニアも含めてでその基礎がなんかレベルが高くなるようななんかすごいアプローチをなんかまあ考えられてるんだなって思いました、はい、そうですね、まあ、あのどこまで通用するかとかどこまで伝えられるか分かんないですけど少しでも役に立てばいいなと思ってます。素晴らしいです。ぜひまたあの今後ともあのご活躍をあの私もあの拝見させていただきたいなと思いますし、はい、またこうやって一緒にあのいろいろお仕事もさせていただいてますので、ぜひぜひ、はいはいはい、よろしくお願いします。何か一緒にできたらなというふうに思っていますので、はい、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい。それでは、本日は、バドミントンプロトレーナーの、藤本補正丸さんをお招きして、お話を伺わせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。